気持ちいい。くそ、かわいいな。ナミミパパレちゃんね。今日もね、ポケモン続きをやっていこうと思いますけど、ポケモン洗うのが楽しいね。あれじゃ、ごめん。目をね、結構ね、つぶってくれんだけど、みんな。ガルシアのね、目のつぶり方がめちゃめちゃ可愛いんだよね。白目が大きいからね、ガルシアね。白目の中でつぶる感じっていうかね。うん、綺麗になったね。でもさ、前回捕まえたポケモン結構入れてんだけどさ、でけえのよ。でかいのよ、ヤバキスが、特に。オイル何体分なんだろうっていう。すごいよね、体格差がね。テーブルシティにさ、ポケモンの大きさを鑑定してくれるお姉さんいるじゃない？連れてったんだけど、ヤバキスはね、結構大きめって言われたね。こう見えてぬめり知らずも大きめっぽい。これ洗っちゃって大丈夫なのかな？あ、でも気持ちよさそうかな？うん。大丈夫か？体質的に。問題ないのか？いやー。楽しい。うん、みんな、これで、洗えたかな。今日はね、主を目指して、大空の主を目指して、進んでいこうと思います。一本道ではあるんだよね。ちょっと入り組んでるけど。このポケモンセンターまで行くと、まあ、近いっちゃ近いのかな。こう行けんだよね、多分ね。まずは、西一番エリアのポケモンセンターを目指します。新しいポケモンいるかな？どうだろうか。まあ、その辺もね、見ながら進んでいきましょう。お、花子。おぉ、デスギガントの大群。ああ、ザ・ドッグ。ザ・ドッグか。なるほどね。前回捕まえた子たちも、ちょろちょろいる感じかな。ああ、ザ・ドッグいっぱいいる。これは？あ、これ知らないやつじゃね？知らないやつだ！なんだ？なんかカリメロみたいなやついる。これなんだろう？鳥かな？鳥っぽいね。わあそっか。そっか。ザ・ドッグはあれなんだよな。自分で向かってくるんだよな。ちょっとね、捕まえ要因としてね、ヤバキスめっちゃいいんじゃないの？ここはいいや、逃げちゃえ。この子を捕まえよう。カプサイチ。カプサイチ。峰打ちを覚えさせたのね。峰打ちは威力40で1残ししてくれるやつなんだけど、特性がテクニシャンじゃない？威力が低い技が強くなるみたいな。これ峰打ちの使い勝手がめちゃめちゃ良くなるのではないかなと思って。そうだ、ああいいんじゃない。木の葉ね、草タイプの技か。モンスターボールで捕まえられるかな。モンスターボール、いけるっしょ。イエーイ、これは見つけちゃったんじゃない？完璧な捕まえ要因でしょ。オイールもね、育成しつつね。葉っぱ買った。いいね。ガルシアとかもね、進化するんじゃないかなって思って、まだ入れているんですけどね。体当たりいらんだろう。で、ハバネロポケモン。カプサイシンってことか。太陽の光を浴びるほど体内で辛味成分が増えて技がどんどん辛くなる。技が辛くなる。あー、激辛系ってこと？激辛系ポケモンか。まあ、中本でしょうね。中本はつける人多そうだな。蒙古タンメン的なね。あー、葉緑素ね。中本もでも進化したら変わるかもしれんな。特性な。真面目でかけっこが好きなんだ。かけっこが好きとかもあるんだね。草タイプも結構いっぱいいるからな。かわいいな。
館の表紙。他にはいないかね。うん、中本ウォッカ、中本ウォッカウォッカ、ウォッカ多いなウォッカがこんなにいるって。ああ、そうだね。ああ、花子ね。こっちなんだ、こっちなんか多分違うや。あ、踏んづけちゃった中本ちっこいからな。ごめんごめん。お、あー、ズギュバーンかと、レイドとアイテムがちょっとある感じですかね。うん、知らんな、これ知らんな。まあレイドやり始めちゃうとな、キリないし。なんか野生でさ、見つけてさ、わあ、なんだこの子はーって捕まえるのが好きなんで野生で遭遇する日を楽しみに待つとしよう、今のことはね。うーん、でも、あ、あ、あ、マンキーいんね。マンキーがいる。初代に出ていたからね、知ってるポケモンではありますが。中本分かりづらいな。あ、げー、しかも向かってくるタイプか。走ってるな、群れが。いやー、ヤバキス峰打ち作戦が本当に楽すぎるな。これでめっちゃ捕まえやすくなったな。捕まえたぜ、マンキー。豚猿ポケモンね。木の上で群れを作って暮らす。群れからはぐれたマンキーは寂しくてすぐに怒り出す。マンザブローとかでいいですかね適当じゃないよ、適当じゃないからね。すげえ考えたから。やる気、やる気を出すことによって、あー、眠り状態にならないか。やけどにならないよりはこっちの方がいい気もするな。素早さ上がるね。うん、格闘タイプなんだよね。でもマンキーも使ったことないな、俺、初代で。うん、なんかいる、なんかいる、なんかいる。これは？あー、前なんかマップで見たな。これ何ポケモン？ちっちゃいね、君。これはなんだ？ロボ。スピカ。スピカ。星？スピカ？なのかな？捕まえた。使ってきた技は泥かけでしたが、何タイプなのかもわかんないな。あ、電気なの？へぇ、電気お玉ポケモン。お玉弱視ってことか。なるほどね。尻尾を振って発電する。危険を感じると頭を点滅させて仲間に伝えるか。うん、ちょっとロボっぽいよね、見た目ね。ウォーズマンっぽい。ロボビルゴ、まあ、ロボっぽいのと、ビルゴはスピカからの連想だね。うん、確かにこう見るとオタマジャクシーだな。特性マイペース。混乱状態にならなくて威嚇にも動じないか。性格は無補正ね。いろんなタイプの技使えるけど、頑張り屋かつ力が自慢か。なるほどね。まあでもオタマジャクシってことは進化したらカエルになるのかね。水属性もついたりするのかな。オタマジャクシの状態でついてないからな。ちょっとどういう風になるか全く想像がつかないね。171だ。ちょっとさ、図鑑ちょっと思ったんだよね俺。なんとなく予想ついちゃうじゃない。これ番号順になってるのを50音とかに、そうそう、変えとくと多分わかんなくなるんじゃない？そっちの方が良くない？それぐらい楽しみにしたいんだよ、俺は。各ポケモンの進化後の姿を。ロボビルゴちょっと気になるね。進化後の姿がね。そういうのいいな。他にはいないかな？
川辺ね、川辺とかね。ん？え？え？なんだこれ？なんだこれ？どういう状態？どうした？どうしたんだ？何があった？何があったらこうなっちゃうの？俺、おお、お前ら、助けてあげてくれって言ってんの？あ、でももう、もう、すまない。友達を救うことはできなかった。エンカウントもできないもんね、もうね。いやー、俺があの時すぐ手を差し伸べてれば救えた命かも。知れない。どうしたんだろうな。なんか、クロマ術に失敗とかしたんですかね、あいつは。あ、ピクニックの人だ。中本だね。万三郎だね。ピクニックの人。お？え、何？ピクニックの人さ、いつもポケ、自分から来るやつ増えてきたな、確かにな。お、あ、来た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 、やった、いいんじゃない。まあこれぐらいのレベルだよね。ガルシアの様子が、ガルシアの進化が見れるぞ。ガルシア進化かっけ。え、お前ちょっとかっこよいい路線に進みすぎじゃないか。あ、青ガラスって言うんだ。めっちゃかっこいいね。まあ大体のね、鳥ポケモンはね、最初かわいいところから徐々にかっこよくはなってきますけどね。むっくりポンとかね、ジェイソンもそうでしたけど。高い知能を有するのは、脳みそが他の鳥ポケモンに比べて大きいためと言われている。あー、頭もいいんだね。ガルシアはね。あれ？50音順になってなかったね。それじゃあ、あれだな。対策にはならないな。ピクニックの人、これ、これがポケモンだよな、多分な。これ、なんなん？だいたいさ、ピカチュウとかさ、イーブイとかさ、なんかメジャーなやつを連れてるんだけど、これ知らないな。これポケモンなの？うわあ！すげえ！なんだこいつ！なんだこいつ！おしゃれだね。ゴーストっぽいな。ゴーストタイプかな。この子は、なんて子なのか、教えてもらえないです？坂道が思っていたよりきつくてヘトヘト。これ最初多分あれだよね。食材、ああ、食材もらえるやつだよね。で、回復してやろう、ソレイも。やってもらえますか。ちょっと進んだとこでゴースも見つけたんで捕まえておこう。これでいけるかな。うん、やった。前ね、なんかちょっとチラ見したけど消えたんだよね。あれ昼だったからかな。夜なら普通に接触できるのかなってぶつかってみましたけど。うん、ゴース、ガス状ポケモン。ゴースト毒タイプね。ガス状の体でまとわりつき、獲物の皮膚から少しずつ毒を送り込んで弱らせる。こんな怖い設定だったんだな。ゴースね。ゴースもポケスリで愛用していたりするんだけど。怖すぎ。これも漢字使いたいよな。この鳴き声ですよね。ああ、特性冬。地面タイプの技受けないんだ。ああ、タイプとしては飛行は持ってないけど、この特性を持ってればっていうことかね。なるほど。初代の頃とかね、確かに。地面攻撃効いたもんね、普通にね。穴を掘るとかで倒しまくっていた覚えがあるな。シオンタウンのゴース。おっ、おお、風車。風力発電してんのかね。ポケモンセンターが見えてきました。うん、ここまで来たと。お、あー、これナミミパパレちゃんが大量発生してるってことだよね。で、こう、まあ左手方で進んでいけば虫に会える感じかな。よし、ここで見ときますか。
大空の主。近づかなければ無害なポケモン。西一番エリアで山から岩が落ちてくる現象が発生中。やばいね。大空を自分だけのものにしたい主の仕業ではと噂されている。岩を落としてんの？山頂を目指すのは大変だが、主自体の危険度は低い。そうなんだ。そろそろあれかな、対飛行タイプ用のパーティーに組み替えますかね。まあ、正直ヤバキスでいけてしまうんだけど、ヤバキスレベル高いからな、捕まえ要因にしたい感ある。またなんかかかってきたな。今ね、使う予定の雷ポケモンたちをポケセンの周りで育成してたんだけど、誰だ？カシオペアかい？ペッパーくん。ペッパーくんでした。主に近づくとペッパーくん電話してくんのか。用意なババア。この岩山のどこかに、対空って読み方だったんですね。対空の主がいるらしい。じっくり探そうにも、山からでっけえ岩が転がってきて危ないちゃんなんだ。岩に当たると勢いでぶっ飛ばされちまう。あいつにライドすれば踏ん張れるぜ、ホライドン。それを伝えに来たんだね。なるほど。まあちょっと待って、15レベルぐらいにはしたいな。杖師匠に引率してもらって、今ちょっと育ててるから。これ登れんだ。わあ。いいね。このさ、リアルでも、ゲームでも、螺旋階段って俺結構好きなんだよね。わあ。ああ、アイテムがあんだ。風車に登れましたよ。すごい。いい眺めだね。あそこを登ってきたんだもんな。なんかね、登れるやつとね、登れないやつとあって、階段がついてるやつは、登れるんだけどね。あそこも登れるね。パーティーもね、育て終わりまして、今回の主は飛行タイプの主なんで、飛行タイプに強いのは、雷、氷、岩。なんかいつも岩が入ってるなって思うんだけどね。だ、氷とね、岩はやっぱちょっと難しくて。あ、言うの忘れてたけど、あれなんだよね。推奨レベル的には、20レベルだって。大空の対空の主と、あと次のね、悪のスター団も推奨レベル20のところらしいので、まあそこに行かない程度のレベルで、雷で固めた感じかな。まあ雷ポケモンはね、使ってみたいって言ってたやつ多いんで、ヘルブリッツ、ロボビルゴ、捕まえたばっかりだけど、ジャクソンと、電爆祭はね、前回大量に捕まえたところで連れ歩いてたんで、その中で進化しちゃいました。能力値的には電爆祭が一番強いと思う。まあちょっと豚ポポーにもね、今回秘策ありますし、まあ花子がいれば負けることはないだろう。最終的には花子にね、お願いすれば負けはしないかな。ちょっと雷4人衆で、雷四天王で頑張ってもらいたいね。で、主がいるのはね、なんかめっちゃこれ、めちゃめちゃ岩転がっとる。なるほどな。あそこの奥にいるんでしょ。いや、もういるし。もう見えるんだ、こっから。へぇ、戻っとくか。主倒しちゃうとな、消えちゃうから、写真撮るなら今のうちなんですよね。やっぱね、右側が寂しいなって思うと、ちょうど収まってくれるポケモンは杖だけなんだよね。いろいろ試したんだけど、杖以外は難しいんだよね。ありがとう。今回のパーティーには入らないけどね。ちょっと向こう行ってみるか。結構至るところにいるんだよね、ピクニックの人がね。しかもこのピクニックの人は、ぬめり知らずを連れている。いいセンスだな。
ダッハッハって笑っとる。かわいい。やっぱこう見ると俺のぬめり知らずの方がでかいのかな。そんな気もするね。わ。あれ？万三郎たちってもしかして。そうだよね、来るよね。行ってみよう。ん？あ、ギガカムカムか。これを避けながら、当たると多分あれだよね。戻されちゃうやつだよね。これで、トライドンで、落としすぎじゃない？落としすぎだよね。あー、でもこの辺で撮りてえな。写真撮りたい欲に駆られてしまうな。登れんか。登れないんだろうな。なんか話聞いたときは山の上から岩を落としてる感じをイメージしてたんだけど、違うね。産んでるね。体から産むんだ岩を。そういうやつ。あれ、元のポケモンも知らないね。なんてやつだろう。崖の主はね、あ、ヤバツヨガニだってなったんだけど。一個止まっちゃってんな。お。ちょっと触れるだけでボカってなるんだ。あー、で戻されるわけじゃないんだね。なるほど。ちょっとコライドンの動きが止まるぐらいですかね。うわー、なんだこれ。すごいな。これも当たるとダメなやつか。あー、これペパーくんももう登ってんのかね。お、あ、勝手に降りた。イベントだ。わあ、あ、かっこいいね、顔。あれ、お腹どうなってんの？あ、無言で。無言ヘルブリッツ投下。はあ、対空の主、落とし鳥だって。でっか。まあ、でか強がりの時もね、でかかったんだけど。ヘルブリッツいけるかな？多分2000あるよね。ペパー君と組んでっていうパターンになりそうな気はしている。今日ね、技マシンで雷の牙とか覚えさせたんだよね。ここはヘルブリッツに抜いてもらいたいな。いけるかな。頑張ろう。序盤からテラスタルは使っていくよ。ヘルブリッツ、テラスタル。かわいいよな、これ。電気テラスタルはマジかわいいよね。岩落とし？お、やばい。あ、これやばいかもね。そうか。確かに岩落としてたもんな。電気対策バッチリしてるぞ。いけ、雷の牙！ブリッツファング！どう？あ、いいね。いいけど。いいけど。先手取れないもんね、きっとね。攻撃しないでほしいな。雷の牙、もう一発いこう。あ、ダメ。ああー、効果今一つでも急所に当たってしまったか。ヘルブリッツということ。四天王が電気でしか固めてきてないのに、こっち。これ電爆祭でいけるかな。電爆祭でダメだったらもうちょっと花子先生に頼らざるを得ないかもしれない。頑張れ電爆祭。一応進化後だからね。電気ショック。お、やった。特性強いよね。電磁波を使う必要はなかった。おわ、強い。電爆祭だったらなんかいけそうだな。押せ押せ。あと1回。お、ああ、うん、一回退却すんだよね。すごっ。すごっ。くちばし攻撃強すぎでしょ。あー、出た出た。何かを食べ始めた。お、ペパ君。あ、レンチャンか。レンチャンなのか。主にたどり着いたんだな。あいつが対空の主。岩落としてたの主だったのかよ。それは、それは山見れば一目で分かれるでし
イルマオが引きつけてくれたから言わなく安全に来れたぜ。あ、この隙にね、来たと。秘伝の食事パワーで強くなってるみたいだ。イルマオ、気張っていくぞ。おう。あ、逃げる。いや、逃げない。このまま連戦だ。ロボビルゴいけんのか。あーで、あ、孤児を使ってんの、ヘアチロか。いいセンスだね。また相変わらず見えんが。泥かけも効果なしだもんね。でテラスタルが復活しているな。コジオに攻撃が向いているうちに、ヨウトス、危ねえやつにはしょっぱい敗北召し上がれだ。お、あ、見える、ヘアチロが。イチャモン、イチャモンつけられた。何ですか、ロックカット、岩攻撃。ああ、素早さ上がるやつか。いいんじゃない。ああ、まあ割と効くよね。じゃあ電気ショックで削れるところまで削りますか。ああ、何、そんな、そんななんだ。ちょっと引っ込めるか。実はね、もともと秘策があって、2戦目は、俺は豚ポポンで挑もうとしていたんだよね。頑張れ。あ、またイチャモン、めっちゃイチャモンつけてくる。あ、ヘアチゴが。撃ち落とす。いいね。あ、落ちた。あ、これであれだね。泥かけも使えるようになったな。ただ、そうなんです。覚えさせてきたんです。凍える風ね。氷技を豚ポポンに覚えさせたぜ。頑張れ。またイチャモンだ。まあ直接攻撃してこないのはいいね。ありがたいね。おお、いけ豚ポポン、凍える風。おっ、よっと。やったね、やったねって言ったね、今俺が。すごい。うん、怪しい光とかも使っちゃう。でかっ。ひよこでかっ。ああ、いいね。あ、次でいけんじゃん、次でいけんじゃん。あ、もしかして。あー、ダメだ。あー、うわー、耐えた。ちょっとピンチで泣きそう。え、大丈夫、豚ポポン。俺にできるのはこれぐらいしかない。凍える風には特に意味はないが。エスパーテラスタルで豚ポポン勝ちを彩るぜ。惜しいなー。あ、ペパ君、ようやってくれたの。ああ、ほら消滅してるんですかね。なんかちっちゃい姿に戻ってるのかなって思ったんだけど、そういうわけでもないのかな。見た目的には消滅ですよね。デカツヨもそうでしたけど、虫ポケモン、落とし鳥との勝負に勝った。ヘルブリッツがなー、やられちゃったのがもったいないね。お、いいね。デンマク祭でも特殊タイプなんだよな、ステータス的にはな。この画面めちゃめちゃ幸せじゃない。なんかめちゃめちゃ見つめてくれるな、豚ポポンが。こっちに目線くれるな。お、あ、あ、あ、ジャクソン、ジャクソン。ちょっと晴れ姿だから、どいてあげて、豚ポポン。一回吐け。ジャクソン進化。わー、見づらいな。見づらいし、ペパーくんもノイズだし。あ、パモットっていうのになるんだね、パモはね。
ジャクソンパーモットに進化した。ちょい大きくなったな。何レベだった？まあでも10代半ばぐらいであれか、進化するってことはもう一つあるかね。そのパターンな気もするけど、群れが襲われた時は、あ、格闘がついた？もともとついてたっけ。連撃を駆使した格闘技で真っ先に戦いを挑み敵を倒すか。ネズミポケモンのままではあるな。ありそう。24番がありそうだね。突っ張り格闘技。あー、はいはいはい。ジャクソンもな、使うつもりで俺エレキボールとか覚えさせてたんだけど。突っ張りは一旦いいや。戻ったね、カメラがね。わー、やったね、ペパ君。よし、稲葉はお疲れちゃんだぜ。これでも危ない岩は落ちてこなくなるんじゃねえか。すごい喜んでくれてるね。誰かスパイスを取りに行くのか。前回甘みのスパイスでしたよね。アイスが食っていた秘伝スパイスはこの中にあるはずだ。戻ってこないうちにちゃっちゃか調査しようぜ。この中か。もうなんかめちゃめちゃ手前にあったよね。穴開けた手前にあったが。前と同じなら今回ももしかして。前と同じようなところにたどり着きましたね。やっぱりちゃんか。使うねー。ちゃん使うねー。お、見た目同じだね、前回のとね。緑色に輝いているのか、スパイスは。本当にあった。間違いなくスパイスだぜ。お、あ、苦いやつなんだ。苦スパイスを見つけた。やったぜ、ありがとうよ、稲ババ。これ二つ目だね、もうね。もう二つか。早いな。全部で5個しかないんだもんね、だってね。何本によると、秘伝苦スパイスは血行促進、血の巡りを良くする、体をポカポカ温めて免疫効果もアップとのことだ。いいね、いいことしかないね。こいつも料理して食べさせられりゃ。うん、誰かに料理を作ってあげようとしてんだよね。よし、稲葉は飯だ、飯。早速準備するぞ。地味に謎が多い男だからな、ペパー君は。うわー、ずりゃー、おりゃー。すごい音だ。おましろさん、俺特製気まぐれスパイスたっぷりサンド。でも苦いんでしょう。感謝の気持ちの主バッジも添えてな。ありがとう。わざわざ作ってくれてんだもんね。苦いって顔。これはこれだけ見るとなんかあまり美味しそうではないのかなってなってしまいますが、みんなで食べると、みんなで食べるサンドイッチは格別だからな、どんなサンドイッチであってもな。お、来ると思ったよ。開けます。苦いってこれ。たく、またかよ。コライドンとペパーくんのな、因縁もどういうことがあったのか知りたいよね。すんすん。まあ、あげるか。苦いって言ったからね。ギョンス。俺でも言ってるつもりか？余分に作っといて。そっか、正解だったぜ。作っといてくれたんだ。頑張って手伝ってくれてる稲葉のためなんだからな。絶対にコライドのためじゃないぞ。はい。ゴツゴツ。おお、そうだ、これでパワーアップするんだった。お、マジで早くない？波乗り？え、水上移動できるってこと？なんかまた成長したんか？これはやばいな、めちゃめちゃ広がるな、いけるとこ。どうしよう。どうしよう。どこまででもいけんじゃん。あ、ぎゃ、やっぱ秘伝スパイスの効果ってば絶大だな。
そうでなくちゃ困るけどよ。あ、すんすん。それも食べちゃうんか。あぎゃ、さらにパワーアップする?触るな!あ、それはお前のじゃない!シリアスだ。あぎゃ!これは持って帰るやつなんだね、ペパー君ね。あ、すまん。大声出して。稲葉場にはちゃんと話しとくべきかもな。教えてくれんの?出てこい。え?あ!あ!ポケモン?こいつは、マフィティフ。俺の相棒さ。マフィティフ。なんだいこれは。牛?あ、ギャー。かわいい。これは、弱ってんのか。さ、元気になるサンドイッチだぞ。はあ。ほら、ゆっくり食べろよ。少しずつでいい。ゆっくりゆっくり噛むんだぞ。あ、舌になんか敷いてあげてる。はあ。マフィティフどうしたの?こいつ、しばらく前にちょっと、大怪我しちゃったんだ。大怪我しちまってさ。それ以来ずっと具合悪くて。ああ、まあそうだね。ポケモンセンターとかで回復ができない感じなの?普通の怪我や病気じゃないんだと。普通の怪我じゃない。俺にとって大事なのはこいつ、マフィティフだけなんだ。どんなことをしてでも絶対治してやるって。それで秘伝スパイス集めてたんだ。ネットや本で、そうだよね。治療法ね、調べるよね。治療法たくさん調べて、あらかた試してきた。どれもあんま効果なくて、諦めかけていたそんな時、秘伝スパイスの存在にたどり着いたってわけだ。よく調べたね。母ちゃんの研究室でこの本を見つけたんだ。母ちゃんの研究室か、オーリ任せ。あ、秘伝スパイス。エリアゼロにて食べればたちまち元気になる不思議な植物を発見。秘伝スパイスと名付けた。持ち帰りパルデアの各地で育てようとしたが、育成途中のスパイスを周囲のポケモンが食べてしまい、強大に成長。これを主ポケモンと呼ぶ。はぁ、あ、じゃあこれまで会ってきた主ポケモンはみんな、オーリム博士のせいでっていうか、これで生まれたポケモンってことなのか。EV が光ってるね。嘘みたいな話ばっか書いてある。誰も信じない。オカルト本さ。けど俺は本当だと思ってる。この本によれば、秘伝スパイスを5つ全部食うと、どんな怪我も病気も治るらしい。そうなんだ。実際前のスパイス食べたら、冷え切ったマフィティフの手足が、ちょっとあったかくなったんだぜ。あ、まって言ってたね。そう、まって言ってたんだよな。ママって予想してたと思うけど、マフィティフだったんだ。あ、食べ終わったか?お、ちょっと元気になるかな?どう?マフィティフ、お前これって、あ、目見えてんのか?目も見えない感じだったんだ。やったやった!え、バック。ペパー君、ずっとさ、目も開けられなくて、俺すげえ心配で。よかった、本当によかった。いやー、ペロ?ぐえー、目がつぶらすぎて、開いてんのかわかんねえ。よかったねー。あと3つ早く集めないとね、じゃあ。スパイスの力ってすげえ、やっぱ本物だよ。これ絶対にマフティフを昔みたいに元気な姿にしてやるんだ。そういうわけだからさ。スパイス探しは残り3つ。一緒に頑張ろうな。いやー、なんか、
そんな話を聞かされたらそんな話を聞かされたらな。いや、うちもさ、猫をね飼ってるんだけどさ、ちょっとね、慢性腎不全っていうちょっともう治んない病気で、探すんだよね、ネットとかでね、少しでもよくできる方法をね。やっぱこういろんなサプリとかさ試してるんだけどさ、こんな秘伝スパイスあったらやっぱ取り行くよねって思っちゃうな。なんか重ねちゃうよね、自分とロトロトロトロとカシオペア。これはペーパーくんじゃないよね。ああ、ウォーリム博士、ハロー稲葉バー、こちらウォーリム、あなたの息子さんと一緒にいましたよ。今もう別れたのかな。コライドンがまた一つ本来の力を取り戻したようだな。ライド状態であれば水上で波のリードも可能になったようだ。うん、わー、この感じ、これでいけんのすごいね。水の上を移動できる。そうか、ラプラスに乗るんじゃないんだコライドンに乗って水の上移動すんだ。しかももう行けるようになったんだね、2体目の主で。引き続きコライドンをよろしく頼んだよ。なるほど。ペパーくん、マフィティフと一緒にいんのかな。うん、とりあえず2つ目の主をね突破できましたから、まあ次の目的地はね、まあすでにね言っていた通り悪組のスター団を目指しますか。ちょっとさっきの話聞くとね、とりあえず主を全部片付けたいなっていう気持ちには駆られてしまうけど、まあまあまあ、こちらもね動画でやってますから、まあうまくね散らしながら進めていきましょう。ということで今回のパートはここまでかな。お疲れ様でした。また次のパートでお会いしましょう。さようなら。